今日は図形の移動のパターンの一つ対称移動を見ようポイントはここね対称移動とは一言で言うと鏡対称移動は鏡だよ鏡を挟んで対称に動かすことだよ図を見てみると例えばこんな図があったら鏡を挟んで左右ひっくり返した図で描こう鏡を挟んで左右ひっくり返した図これさえ押さえておけば大丈夫だよじゃあ問題見ていこう じゃあ例題ね。図は三角形 ABC を対称移動して三角形 A ダッシュ B ダッシュ C ダッシュを作ったものです。次の問いに答えましょう。括弧1見ると辺 BC に対応する辺はどれですか。図をまず見てみよう。この問題は三角形 ABC があったときに対称移動して図形を作ったものだね。対称移動。今回習うのはこの対称移動だよ。じゃあ大事なポイントだからもう一回おさらいすると。 対称移動とは鏡を挟んで対称に動かすこと図形があった時にまず鏡があるそして左右ひっくり返した図ができるこれが対称移動ねじゃあ問題に戻ってみよう対称移動は鏡対称移動は鏡注目してみると図形 ABC があってうんこの線 L ここが鏡の線になってるよそして左右反対この図形がこうしてできるわけねじゃあ この辺 BC に対応する辺どうやって探そうか図形の移動は基本的にはもう一点ずつ考えるんだよそうするとこの鏡の線に対してどの点とどの点が対応するか見えてくるからね具体的に見ていこう例えば ABC でっかい三角形で考えるんじゃなくて一点ずつ点 A がどこに移動したか考えると A がこの鏡に対してどこに移動してる それを見ると、うん、ここからここへの長さね、1、2、3、4、5、6、7、8、8マス分、8マス分の距離と全く同じ距離で反対この方に移ってるよ。数えると1、2、3、4、5、6、7、8。ここも8マス分。こうして左右対称に動く。これが対称移動ね。それが A A' がが移動した点がこの、A、になるよ同じように考えると C についても鏡の線まで2マス分なるから鏡の線から今度は右に2マス分いったここが C の移動した点 C' になるね。同じように考えると B に関しても12345678910今度は B は鏡,に線鏡の線まで10マス分。 移動してるから数えると 12345678910b' は右に10マス分移動してるこうしてそれぞれの点移動した点が出てきたねそうしたら変 BC に対応する変簡単に見つかるよ。B と C 移動した点それぞれ考えると b' と c' に移動してるから答えは変 B'C'。C これが答えね。じゃあ過去にね、今度は軸 L は線分 A A ダッシュ B B ダッシュ C C ダッシュに対しどのような関係にありますか。図を見ると、線分 A A ダッシュというのはつないだ線ね。そして C C ダッシュはここ、B B ダッシュはここ。じゃあどんな関係になってる？図を見てわかるのは、まず A A ダッシュ考えよう。A A ダッシュ、過去一で見たように八マス八マスになってるわけだね。 とということはこはの点点どんな点そう真ん中の点だから中点通ってるよねそして中点を通るだけじゃなくてこの L はどうなってる ?AA' に対して垂直に交わってるよね。垂直にということは真ん中の点を通る垂直な点つまり2等分する垂直な線だからそう垂直に 2等等分分するから垂直2等分線そうじゃないかと考えられるよね同じように BB' についても考えていこう垂直に2等分してないかそうしてみると BB'、うん、考えても10マス分そしてこっち側も10マス分だったからこことここ長さが同じだから中点を通ったそして L は垂直に交わってるから垂直に2等分する線ということで垂直2等分線ね。 ダッシュを考えても2マス分それから2マス分なってるから2等分していてさらに垂直になってるから垂直2等分するこれが答えだよ。じゃあ練習ね図のような四角形を直線 L を対称の軸として対称移動させた図形を書きなさい。図を見ると 四角形 ABCD があってこの L これを対称の軸として書くんだねで新しい言葉出てきたよ対称の軸でもこれ簡単だね対称移動させるときのこの鏡の線のことこの鏡の線のことを対称の軸と呼ぶよじゃあ見ていこうこの線を鏡として左右対称にひっくり返した図書いていこうね でいきなり四角形こと移動させるのは難しいから一点ずつやっぱり考えていくよ。まず一つ目の点 A から考えていくと A を鏡 A の点を L を鏡にしてひっくり返すにはどうする？やり方はさっきと同じ。マスを考えていこう。まず鏡に対して A は1,2,3,4,5,5マス分の距離があるわけだね。ということは鏡ひっくり返したときには同じように5マス分反対こに 進むだから123455マス進んだ点がひっくり返した点になるよつまりここが A' になる同じように点移動させていくよ、B、考えよう A の次 B を考えるとまず鏡の線まで何マス分 ?1234567891010 マス分。 離れてるから同じように鏡ひっくり返した点を考えるとこっち側に1234567891010マス進んだここが B に対応する B' になるよ。同じように C 考えると12344マス分だから右に4マス分進んでここが C ダッシュ、そして D ダッシュ考えると右に、うん、こちらは一二三マス分、そしてこっちは右に一二三マス分、だからここが D ダッシュ。こうして四つの点が出るとどうなる？そう、点が出てくるとあとは定規で結べば図形に変わるんだったね。結んでいこう。まず A と B ダッ結んで、A と B ダッ結んで、それから B' と C' 結んで C' と D' も結んで A' と D' も結ぶそうするとここの線ちょっときれいにしようこうして対称な点出てきたらそれぞれ結ぶとちゃんと鏡のようにひっくり返した図形が描けるよ 今日のポイントね対称移動とは鏡を挟んで対称に動かすこの鏡の線を対称の軸と呼んで左右ひっくり返した図形を描こうこれさえ押さえていけば大丈夫だよ